こんにちは、孝太郎です。今日はですね、本気で歌うと人生が変わる理由ということでお話していこうと思います。私はですね、なんかあんまり歌が上手くなるっていうのはすごく大事だと思っているし、まあそれぶっちゃけ研究するのむっちゃ好きなんですけど、好きなんですよ。やってますし、なんですけど、目的はですね、その上手くなることではないんですよね。その先が上手くなった先で何体験したいのかなっていうのをやっぱり一番やりたいことなんですよね。それを体験したいんですよ。で、何かっていうとですね、歌う理由の一つとしては、なんか人生にスイッチが入るみたいなやつをすごい大事というか、これ体験したいんですよね。つまり自分が何を、本当は何を求めているのか、みたいなやつを、私ね、知りたいんですよね。で、これは大体見えてきてはいるんですけれども、なんでこんなことを思うようになったかっていうと、もともとですね、自分の話ですけど、もともと感情抑圧しすぎて、記憶がないみたいな。マジで高校まで記憶ないみたいな感じだったんですけど、感情抑圧しすぎて感情の出し方分かんなくなっちゃったんですよね。これにはなんか病弱だったとか、ちょっといじめにあったとか、なんかそういうのがいろいろ、あとね、なんか転校したのも良くなかったですね、私的にはね。もともと馴染めないような、自分を出すの苦手だったんですよね、なんかしねえけど。で、それをやりすぎて、で、なんかね、いろんな方法を試したっていうか、大人になってからもすごい試したんですよね。いろいろです、本当に。コンサル受けてみたりとか、カウンセリング受けてみたりとか、夢を使った療法だったりとか、あとなんか気候とかエネルギーとか、あとなんだっけな、霊気とかね、あとなんだっけな、なんかいっぱいいっぱいやりましたすげえやった。なんだけど、なんかね、いまいちこうなんかはまんなかったんですよね。で、なんでかっていうと、この抑圧しすぎて、ある程度感じられる人とかについてはそれで全然良かったんですけど、私の場合この感情抑圧がこうちょっと強すぎてですね、生半可なやつだとなんかいまいち出てこないっていうのがあって、内観とかもやったんですけど、なんかね、1畳半くらいのところに、1畳かな？違う、半畳だよ、半畳。半畳のところになんかね、座って、屏風を立ててね、四角く。だから何も見えないですよ、外が。外が何も見えないところに、半畳です。畳半分のところに座って、で、ずっと座禅してね、いろいろ思い返すんですよ。自分の人生のことを。してもらったこととか、して返したこととか、お世話になったこととか、なんか迷惑かけたことだったかな。だから3つぐらい。それをこうなんか思い返していくってやつだったんですけど、街で全然思い出せなくて、何これみたいな。やればやるほど鬱になっていくっていうね、ようなことがあったんですけど、あれはね、結構やんちゃしてる人とかはね、すごい効くんですよね、内観はね。なんだけど、抑圧しすぎて全然出てこなくてしんどかったみたいな感じだったんですよね。そういうのがあって、なんかいろいろ試したけど、なんか出てこなかったんですよ。で、この中で唯一聞いたのが歌だったってわけなんですね。だから歌やべえじゃんみたいな感じだったんですけど、いや、これ歌すごかったですね、やっぱね。それまで何やってもいろいろ出てこなかったんですけど、歌は出てきたんですよ。で、なんで歌が歌だとね、そんな出てきたのかなっていうのは、その時不思議っていうのかな、歌以外にはないんじゃないかと思ってね。歌以外にもいろいろあるのかなとか、いろいろ探したんですけど、結局でもやっぱり一番結局いろいろ探したけど、やっぱり歌じゃねみたいな感じになって、私は今ここにいるんですね。で、要は感情抑圧とかがやべえみたいな感じになってる人とかが、それでも声とか歌とかを使うことによって自分の人生をこう思い切り振り返って、で、感情とかを感じて、でもって自分を腹の底から出すみたいなことができるのは、歌やべえんだなってことが、自分の体験としてはまず分かったわけですね。でそれをまあいろんな人とシェアしていって一緒にやるみたいな感じになってったらですね、マジで聞くやんけこれみたいな感じなんですよね。うん、ほんとねすごいですよ。だから自分だけじゃなくてこういろんな人と試した結果、ガチで歌うと人生が変わるっていうことがまあなんかね体験的には分かってきたんですよね。うん、じゃあなんで体験これはなぜ歌だったのかみたいな話なんですね。うん、これがまあ最近感覚ではなくて、あ、こういうことだからなんだなーっていうのがなんとなく分かってきたので、理屈がちゃんと追いついてきたので、うん、これをちょっとこう今日はねちょっとシェアしていこうかなというふうに思うんですけれども、歌が、なんでそんなに聴くのっていう話なんですけど、このねこれなんですよね。聴くのかというと、まずね体めっちゃ使うんですよね。声は全身運動。声は全身運動なんですよ。うん、で声って、例えばその思いっきり声出したりとかすると疲れるじゃないですか。うん、で例えばそのなんかそうですね、ライブとかかな、私はあんま行かないんですけど。推しのライブとかってなんか娘とかが行くんですけど、なんか次の日声出しすぎて筋肉痛になってるみたいな感じなんですよね。うん、でだから声出しすぎると次の日筋肉痛になったりしますよね。まあ、私も歌いすぎたりとかすると、まあ、最近はなんかねだんだん体の使い方が上手くなってきちゃってあんまないですけど、昔とかはなんかすごい背中がむっちゃ痛くなったりとか腹筋がとかね、咳とかもそうですね。咳をずっとゲホゲホやってたりとかしてたらもうなんか腹が筋肉痛になってやばいみたいな感じになってる人いますけれども、あれなんですよね。うん、全身運動なんですよね。うん、でだから体をすごい使うっていうことが、結構一つのポイントなんですね。うん、体を使う、やっぱねってことはですよ、体を使わない歌い方だとあんまりねこう人生変わんないですよ。残念ですけど。うんだからまずはですよ、最終的にはそんなこうなんかバリバリ体使わなくても全然いけるんですけれども、最初の段階、特に今回言いたいのはですね、この感情抑圧とか、自分はなんか私ってなんか感情を出すの苦手だなとか、言いたいことをちゃんと言うとか苦手だなとか、好きなものをちゃんとこう私はこれが好きなんですとか、これは私は嫌いなんですとかっていうのがちょっと苦手だなとかって思っちゃってついつい言えないみたいな感じの人向けねそういう人は体を使ってないことが結構多いんですよね。でこれのポイントがですね、横隔膜なんですね。横隔膜っていうのは感情とつながってるんですよ。感情とつながってるですね。うん、だからなんか嘘泣きと本当ガチ泣き分かるじゃないですか。子供とかがなんかねとか言ってる絶対嘘やろみたいな感じで分かるし、それから本当に泣いてる時は分かりますよね。うん、だからでその差は何かって言ったら、結構横隔膜が結構関係してるんですよ。横隔膜をちゃんと使ってるかどうかっていうのはなんかね理屈じゃなく分かるんですよね。もうだから脳にインプットされてるんで、昔の人間っていうのは、原始時代とかの人間っていうのはそのコミュニティがちっちゃいんですよね。うん、村っていうのかな、すごい少ない人数で暮らしていたわけですよ。うん、でそうなってくると一人とねなんかトラブったりとかするとね非常に困るわけですね。で今はなんか一人暮らしの人とか多いですし、なんかあんまりそんなになんかバチバチになってもまあ引っ越せやいいやみたいな感じで最悪ね、うん、みたいなことあるじゃないですか。なんだけど原始時代とかだとコミュニティからハブされたらですね、もうなんか即死するみたいな感じなんでまずいわけですよ。うん、だから感情の機微に疎いやつから抹殺されるっていうのがねあるんですね。いやすごいですよ。原始時代のなんていうのかな、化石っていうんですかね、集落とかの頭蓋骨とか調べるとですね、左側の頭蓋骨がねへこんでるやつが結構出てくるらしいですよ。まあ、つまり右利きの人が多くてぶん殴られてるわけですね、頭を。うん。だから人に殺されるっていうのが結構多かったらしくて。うん。だからそういうのがあって、感情とかを読めないやつはやばいやつだったんですよ。うん。だから、なんていうかな、感情を読むとか、感情が入ってるかどうかを察知するっていうのはですね、そういうのが、もうね、なんていうんですかね、この DNA に刻まれてるんですよね。うん。DNA に刻まれているんですよ。感情がちゃんと乗っかってるか。で、それが、物理的に言うと、体的に言うと、この横隔膜がすごい関係してるんですね。うん。ね、まあ、横隔膜っていうのは、まあ、要は呼吸なんですけど、横隔膜、まあ、横隔膜ニアリイコールの、呼吸なんですね、呼吸。うん、呼吸をするとき。だから、横隔膜がなんかいまいち働かない呼吸の、浅い呼吸をしている人とかっていうのは、なんか体が使われてないというか、なんかそんな感じで、なんか生命力を感じなかったりとか、なんか感情の機微がよくわかんなかったりとかするわけですよね。だから、横隔膜がちゃんと上下するような呼吸っていうのはすごい大事なんですよ。うん。まあだから、感情と横隔膜めちゃくちゃ繋がってるんで、これはもう本当ね、原始時代から DNA に刻まれちゃってるんですよね。うん。ということでですね、横隔膜がめっちゃ使われるっていうのが結構ポイントです。うん。で、横隔膜ってのはちょうどこう、体のね、まあ、下半身っていうんですかね、お腹から下、うん、の部分と、その上半身っていうのを完全に分けるところじゃないですか。うん。肋骨の一番下のね、ヘリのところにベラワーってついてますから。でこいつがね、で、呼吸ってのは、まあ、その横隔膜をすごい使うというか、ポイントになってるのは、呼吸ってのは自分の意識ですね。でもできる。でも無意識にも呼吸ってできてますよね。だから、呼吸は意識と無意識をつなぐっていう性質があるんですよ。うん。だから、呼吸はちゃんとね、意識と無意識をちゃんとつなぐ。だから、こうなんか古今東西のなんか瞑想法とか、なんですかね、この能力開発法とかですね、なんか、スポーツとかもそうですけれども、呼吸法ってなんか大体全部やるじゃないですか。絶対やりますよね。浅い呼吸だとダメですみたいな感じのこと絶対言われますよね。なんでって言ったら、意識と無意識をつなぐ。まあ、つまり、思考と、心をつなぐ、って言ってもいいですし、まあ、無意識っていうか潜在意識っていうか、そういうこう、自分の中のその考えてることっていうよりは、思ってることとかとすごいつながってるっていうのがね、あるんですよね。うん。そういう人をつないでくれるんですよ。だから、ちゃんとこう、横隔膜とかを使っていくと、自分が何を感じているのか、このね、感情を抑圧しすぎて記憶がない私ですらですね、歌うと感情が出てくるんですよ。うん。もうだから、すごいね、勝手に出てくるんですよ。で、これが、なんかヘロヘロ声じゃダメで、やっぱり体をめっちゃ使った歌い方が、まあ、ベースにあるね。うん、最終的にはこうなんか、そんなことしなくても、体が響いてくるんですけれども、うん。まだ最初はね、体を使うっていうのが結構ポイントなんですよね。で、その時の秘密がやっぱり横隔膜にあるという話なんですね。っていうことでですね、この全身運動をすることによって感情が活性化するんですよ。勝手に。だから自分の声を聞くっていうのは、自分で声を出すっていうのがポイントなんですね。だから、歌うと変わるんですよ。でも本気で歌うとなんですね。で、かつ、本気の歌を聴くと人生が変わるんじゃないんですよ。人の歌聴いてもダメじゃねえんだけどな。ダメじゃない場合もあります。もちろんね。もちろんあるんですけれども、聴いただけだとね、そんなね、やっぱね、ケースとしてはあるけど厳しい。うん、なって感じですね。歌った方が、ダイレクトに聴きます。うん。聞かないわけではないけど、ダイレクトに聞くよって感じですね。でそもそもこう、横隔膜とかがもう、横隔膜ってのは、筋肉なんで、凝ってんですよね。うん、使わなすぎるとですね、もうバリクソ凝るんで、だから、まあ、やっぱね、揺さぶってやんないとね、感情出てこないですね。うん。逆に言うと、めちゃくちゃ声出してると、やっぱね、感情は出てきやすいですね。はい。ということで、全身運動っていうのが結構ポイントの一つだったりとかします。うん。でね、あとね、歌のポイント。これね、声だけでもいいんですけれども、やっぱね、歌だからっていうのが結構でかいですね。これ何かっていうと、歌にだけあるものは何かって言ったら歌詞なんですよ、歌詞。歌詞すごいんですよ、歌詞。歌詞で歌いたい曲を、こうね、本気で歌うとって言ってるけれど、本気出せる歌じゃないとダメなんですよ。本気で歌うと、っていう話ではあるんですが、これね、本気出せる歌じゃないとダメなんですね。本気出せる歌ですね。うん。だから本気出せる歌って何かって言ったら、だから、なんかこれ練習した方が上手くなりますよとかですね。うん、なんか、これはあなたには合ってるのはこういう曲ですねとかって言われたやつとか、なんかね、要はピンときてない曲ですね。この曲超好きみたいな感じだったりとか、なんかよくわかんないけどずっとこの曲聴くなとかね、なんか聴きたくなるんだよねとかですね、付き合いが長いやつとか、なんかそういうやつですね。うん。要は、人生とつながっている曲じゃないとダメなんですよ。曲つか歌つか。うん。歌じゃないとダメなんですよね。で、まあ、そんなね、難しく考えなくてもいいです。で、絶対、もうすでに出会ってます。まあ、要は好きな曲です。要は。好きな曲。で、その好きな曲ってのが、まあ、歌えるか歌えないかとか、なんかこれは難しいなとかそういう話じゃなくて、好きな曲なんですよ。好きな曲は結構ね、自分の人生とつながってます。勝手に。これはね、歌詞とかをよーく読んでみると、読んでみたりとか、あと実際にこれ歌ってみたりとかすると感情がバーっと湧いてくるんで、それでね、わかるようになるんですけど、うん。なんでこの曲好きなのかっていうのがわかんない人結構多いんですよね。うん。好きな曲って実はですね、無意識とやっぱつながってるんですよ。このさっきの意識と無意識みたいな話ですけれども、好きな曲、っていうのは歌詞をちゃんと読んでみると、あ、だから好きなんだなっていうのがわかるんですけど、これね、歌詞だけ、っていうかね、言葉だけだと、左脳から入るんですよね。左脳。左脳ってのは、自分の言葉とかを、まあ、司ってるわけですけれども、左脳だとね、ジャッジが入るんですよね。解釈って言ってもいいのかな。この人はこういう感じなのかなとかですね、こういうこと言ってんのかなとかですね、うん、歌詞だけだとですよ。あ、言葉だけだとね。うん。で、だからね、自分のフィルターがすごい入るんですよ。フィルター。で、このフィルターが、かかるとですね、例えば冷静になって歌詞だけ読んでみると、なんかこの曲恥ずかしいなとか思うことないですか？なんか愛だの恋だの好きだのなんだろうみたいな感じのこと言ってて、自分でっていうシラフの時だったら言えないみたいなことないですかね？うん。そういうやつ。ただ、素になると歌えないんですよ。歌えないっていうか、歌詞の朗読とかできないですよ。読んだりとかすると、なんかちょっと素になるとちょっと恥ずかしいなみたいな感じのが、ジャッジ入りますよね。こういうのが左脳解釈ってやつ。なんだが、メロディー好きなんですよ。歌は。だとメロディーがあるので、右脳から入るんだね。これですよ。メロディーがあるんで、右脳から入るんですよ。この右脳から入るってやばいですよ。スポーンとそのまま入ってくるんですよ。うん。だから、メロディーがあるので、その言語だっていう風に左脳から入ってくるとジャッジ入るんですけど、右脳だとそのまんま入ってきちゃうんですよね。まんま入ってくる。だからなんかこの曲めっちゃいい曲って思って冷静に歌詞を読んだらみたいな感じになることないですか？うん、何言ってんこれみたいな感じのことないですかね、うん、こういうのはだから歌詞の解釈が入んなくて、でも例えばね、読まれたら言葉としてこうなんか朗読っていうかこう歌詞を読んでもらったらちょっとね多分ねって思うかもしれないですね。なんだけど曲で入ってきちゃうんでスポーンと入ってきちゃうんですよ。だそういうのがあるのでこれ右脳から入ってくるんですよね。ってことは何が起こるかっていうと無意識に自分の理想像が理想像が入っている、っていうことを許可できるんですよね。自分の理想の生き方だったりとかこういうふうに、やっていきたいなとかこういう人と生きたいなとかこういうことが本当は自分はやりたいんだなとかね、そういうのがシラフだったらそんなこと恥ずかしくて言えないなとかそんなんダメでしょうとかですねこのジャッジが入るんですけど歌だと右脳から入ってくるんで潜在意識的に無意識的に求めているもの、要は理想の状態ですね、こういうことやりたいとかこういう人とこういうことやりたいとかこういう体験したいとかなんかそういうやつですね。そういうのが無意識的に選べるんですよ。だから歌詞を読んだりとかすると歌詞っていうか歌だとその自分の本当はこうしたいみたいなやつが入ってる曲が選べるんですよ。これがねすげえ面白い。でこれを本気で歌うと横隔膜とかそういうものがこうめちゃくちゃ使われてでもって感情が活性化してでもって自分の声で自分の声っていうのもある、自分の声でその本当に求めている言葉っていうのを自分に浴びせかけるんですよ、感情とつながりながらねしかもね、だから、自分の声も結構ポイントですね。自分の声イコール求めている響きなんですね、自分の声ね嫌いとか言ってる人いますけれどもそれはね多分ね自分の声知らないからですね。自分の声のことがちゃんと分かったら絶対好きですよ。私もなんか最初なんで自分はなんかこんな下手なんだろうとかねこううまくいかないんだろうとかねみんな部分的にこう、なんか全然練習してないけどやたらうまくなるなこの人は羨ましいなみたいな感じになってそれに引き換えなんで自分の声がこんなダメなんだろうとかね思ったことめっちゃあったんですけどそれでなんか一時期もう歌うの嫌になっちゃったなみたいな感じで1年半ぐらいね歌わない時期あったんですけどそういう時にも、その時はねずっと自分の声と対話するっていうことをやってたんですけれどもである時その自分の声との対話っていうのをずっとやってた時に自分の声ってこういう音なんだとかねこういう響きなんだとかね自分の声ってここなんだ、こういう声が自分の声なんだっていうのが分かった時があったんですよね。これめちゃくちゃ感動しましたよ。びっくりしましたもん。みたいなそういうことみたいな。でそしたら今まで他の人の声の、声真似だったりとか、なんか誰かに求められてる声だったりとか、ジャンル的にはこういう声を出さなきゃいけないとか、なんかそういう自分じゃない声にめっちゃなろうとしてたんですよね。そうじゃなくて、自分の声はもともとここにあるじゃねえかよっていうね、ことに気づいた時に、うわー、声ありがたいなと思いましたね、本当に。これはだから、自分の声のことが嫌いってしたんで自分の声のことを知らないだけです。だから自分の声のことをちゃんと知ればめちゃくちゃ好きになりますよ。この声で最高みたいな感じに思いますよ。もちろん何ていうのかな、このうまさとかなんかのだけを見たら技術とかね、そりゃもっとうまい人めっちゃいるよみたいな感じなんですよ。全然いっぱいいる、めちゃくちゃいっぱいいます。なんだけども自分の声は自分にしか出せないので、でそいつがその声っていう楽器がやっぱね手入れしてあげるとすごいいい音出すわけですよね。こんな幸せなことないよって感じなんですよ。というわけで自分の声をちゃんと出せるっていうのがね、自分にしか出せない声を出せるっていうのがね、これすごい幸せなんですよね。歌だとそれで歌うとね、すごい幸せです。でね、でその自分にしか出せない声で自分の本当に求めている歌詞が入っている曲を本気で歌うと、自分の人生とその曲っていうのはね、もう本当ねリンクしてるんですよ。うん、でちゃんと紐解いていくと、ああこの体験、自分がねこうなんか何年前とかにあったあの時のあの体験がこの曲の言ってることと全く同じだとかね、そういうことがねすんごい起きてくるんですよね。うん、でそういうのが分かると、いやーこの曲やべえみたいなね感じですよ。自分のことじゃねえかとか思いますもん。まあ、人が作った曲ですけどね。なんだけれども自分で曲を作るとかじゃなくても、そういうね自分の人生とつながってる曲っていうのがあるんですよ。うん、でそれを本気で歌うと本当に自分が求めていることっていうのが腹の底から分かるんですよね。分かっちゃうんですよ。うん、そしたらやっぱね行動が変わっちゃうんですね。本当はこういうことを求めているっていうのが分かるんで、だからそうするとじゃあこういうふうにしていこうかなとか、こういうふうなこれはやめようかなとかね、そういうのがね判断が分かりやすくなっちゃうんですよね。これが面白いところで、これを一曲をね、かなりしつこくですね自分とつながって一体感が出てくるまでしっかりとやっていくってことをやっていくんですね。深掘りしていくっていうのかな。だからいろんな曲をなんかねすごいいっぱい歌うとかではなくて、一曲をもういろんな方面からすごいこうアプローチしていって、声的にもそうだし歌い方的にもそうだし、自分のその歌を歌う時に持ってるイメージだったりとかで、そのイメージっていうのはどっかのアニメとか小説とか映画とかで出てきたような、なんか誰かの体験とかそういう話じゃなくて、自分がどういう体験をしてきたかって話なんですけど、そいつをねめちゃくちゃリアルに感じながら歌うってやると、もうマジでオンリーワンでしかない歌になっちゃうんですよね。うん、だから私の、その受講生さんが歌ってくれた曲とかってマジで途中からねやっぱ人生乗ってくるんですよね。うん、そうすると人生が乗ってくる曲を聴くとですね、なんかねオリジナルの曲を忘れちゃうんですよね。もうその人の歌で聞こえてきちゃって、その人の歌で、うん、っていうことがね結構あってですね、面白いですよ。今でもやっぱね破壊力ありますね。すげえインパクトですよ。全然歌い方違うんですけどね。うんうん、全くコピーしようとしてないんで、全く違う歌い方なんですけれども、めちゃくちゃその人らしいんですよ。これが面白い。でそうするとね、そのガチで歌った、1週間の場合もあるし、1ヶ月の場合もあるし、半年後の場合もあるしって感じなんですけれども、なんか何十年もいさかいが起こっていた、こうなんかなんですかね、この兄弟間のねわだかまりがなくなったとかですねマジかよおいみたいなこととかが結構起きるんですよね。ずーっと忘れてこう蓋をしていた本当にやりたいことを思い出して、それをこうなんか仕事にし始めるとかね、なんかそういうことがね起きるんですよね。なんじゃそれみたいな感じなんだけど、もうそれ私がなんかいろいろこういうことしたらいいんじゃないんですかとかね言ってる話で全くなくてですね、自分の中からめちゃくちゃ湧いてくるやつなんで。うん、だ人生が変わっちゃうんですね、うん、勝手にね。でこういうのが人生にスイッチを入れるじゃないんですよ。いいな、人生にスイッチを入れるじゃないんですよ。入れるんじゃなくて入るんですよ。うん、これが結構ポイントですね。自分が入れるために歌うだから、なんかそういうこうなんかなんですかね、このよく書いた感じっていうよりは本気で歌うと入っちゃうよねって感じなんですよね。うん、だって嘘つけないんで声。うん、だから自分が本当は何を求めているかっていうのはなんかね普段の日常とかだとやっぱどうしてもこうなんか心の奥の方でこうなんか沈んじゃっててあんまり気がつかないってことがあるんですけれども、なんだけれどもこれがガチで歌うとですね、もう腹の底から脇に湧いてくるんですよね本当に。だから歌いながらこうなんかうまく歌おうとしたら全然ダメですよ。うまく歌おうとしちゃったらもうなんか巣に帰っちゃうんで、うん、全然ダメなんですけど、そうじゃなくてもう自分と歌が一体感みたいな感じになって、もうなんかなんですかね、この自分イコール歌みたいな感じになってくると、もうほんとね本当の思いみたいなやつがめちゃくちゃ腹の底から湧いてくるんですよ。そうすると本当は自分はこういうことをしたいのか、したいんだってことが出てきちゃうんで人生変わっちゃうんですよ、勝手にスイッチ入って。うん、で無意識領域にこのガチで歌うっていうのはこうアクセスするので、だから感情を抑圧している人とかしちゃって、なんかニッチもサッチもいかないとか頭を使いすぎてる人とか、うん、そういう人にもめちゃくちゃ効くんですよね。うんまあ、というわけでそういうのがこのね本気で変わると人生が変わる理由なんですね。はいで、まあ、こういうのをですね、私は、レッスンとか、まあ、そのプロジェクトとかではやってます。うん、だから結果的に、なんか歌ってる時に、結果的になんか人生が変わってくるって感じですね。で、かつですね、結果的には上手くなっちゃうんですよ。ポテンシャル、自分の声のポテンシャルとか、うん、っていうのが、引き出されちゃうので、勝手に上手くなっちゃうんですよね。うんそのいわゆる技術的な音程とかリズムとかですね、あとは、声質だったりとか高い音とか低い音とかですね、うん、声の安定性とかですね、まあ、そういうのがいろいろ結局良くなっちゃうんですね、うん、だからなんかエネルギーがめちゃくちゃ湧いてくるので、その湧いてきたら勝手に改善しちゃうよねみたいな感じの、技術っていうのは結構あります。逆に言うとエネルギーが低い時、まあ、要はただボイトレはボイトレですみたいな感じ、でやるとうまくいかない人っていうのは思ったより多いです、うん、感覚的に、まあ、私のところに来る人はもう ほとんどですね、9割以上はそれ、うん、なんかただボイトレだけとか、うん、ただ地味にこうなんかただ発声これはうまくなるためみたいな感じでやるとなんかね、モチベーションがなんか続かなかったりとか、結局なんかいまいちうまくなんないことはないんですけど、続かないって感じですかね。エネルギーが足りなくて開花する前に終わっちゃうみたいな感じ。それよりはもうなんかちょっとブレるしなんかちょっとなんならこうなんか泣いちゃって歌えないみたいな感じになることが結構あるんですけども、そういうのを体験した後に勝手にすごい声出るようになったりとかするんですよね。いやこれはね結構感動的ですよ。というわけで、まあ、結果的に技術も上がっちゃうよねって感じなんですよね。だから技術はファーストじゃなくて自分を出すとか自分の人生をこうなんか思い返すとか、そういうのをファーストにして、まあ、要は感覚とか感情とかを思いっきり表現するんですね。これをファーストにしてその後に、まあ、いろんなものがついてくるって感じですね。うんまあ、というわけでそれをやっているのが私のそのレッスンの大きな、一番特徴なんでしょうね。まあ、もちろんそういうのを超えた人、めちゃくちゃ超えました、もういっぱいやりましたみたいな感じの、人の場合はすごい地味に発声練習してます。普通にやってます。めちゃくちゃやってます。もちろんそれをやった方がこれ感情を出すにはすごくいいぞみたいな感じの人の時とかはエッセンスとしてそういうのは入れたりとかしますけれども、なんかいわゆるなんか姿勢がどうのこうのとか呼吸法がどうのこうのとか口の開け方がとかなんかミックスボイスがとかなんかそういうのはまあやんないですね。うん最初はね、うんかなり後半の方ですね。うん出しても出し切れないこの技術では自分の感情は表現できないみたいな感じになったら、うん、その時はやろうみたいな感じでやりますね。そうするとね、もう出したい、自分の表現したいことっていうのが先にあって、その上で技術をやることになるので、まあ習得が早いわけですよね。うん。だから技術を高めるって目的で技術練習をしてる時とかは、なんかいまいちこうなんですかね。なんですかね、時間とか労力の割になんか伸びが甘いなみたいな感じだったのが、なんかやりたいことが先にあるからすごい早いなって感じですね。うんまあ、というわけでですね、本気で歌うっていうことを私はですねめちゃくちゃ推奨しており、それがやりたいって感じですね。はいということで、本気で歌うと人生が変わる理由ということで今日はお話してみました。何かの参考になればと思います。というわけで今回は以上になります。ありがとうございました。